これは夢だ。おそらく灰原から電話がかかってきたところから夢なんだろう。で夢じゃねえってことはどういうことだ。ちょっと邪魔なんだけど。あ、灰原。愛ちゃん、またお昼抜き？体に毒だぞ。ダイエットしなくても灰原さんスタイルいいじゃないですか。灰原、ちょっと来てくれ。いいから。一体どうなってるんだ。俺は工藤新一のはずなのに、なんでコナンのまんまなんだ。しかも俺もお前もなんで小学1年でなく高校2年なんだ。あなたの言っている意味よくわからないけど、この10年のことを聞きたいのなら教えてあげるわ。例の組織とは決着がつかないまま、私たちは中学、高校と進んできたわ。その間、あなたは私の作ったアポトキシン4869の解毒剤で何度か元の姿に戻ったけど、いつしか耐性ができてしまって、この5年ほどは全く戻れないでいる。なんか相当ショックを受けたみたいね。あなた、昼休みの間に記憶喪失にでもなったの？午後の授業が始まるけど、帰って休んだ方がいいんじゃない？ああ、そうするよ。何話の色男とも呼ばれてますが、そら嬉しいな。色男なんかとちゃうで、色黒男や。ああ、ほらカザ、勝手に入ってくんな。なんだ、鼻の下伸ばして。みっともな。みっともないわな、己の顔じゃ。ボケ。カザはどうやらカザさん、服部関係の良識女房役で服部。カザ。ところでお二人、結婚はまだですか？ここもなんか古くなったような。あんだおめえ、やけに早いな。おっちゃん、変わらねえな。ははん、さては午後の授業老けてきたわね、ガキンチョ。その子、ま、私も人のこと言えないけどね、気が乗らないんで早引きしちゃった。てくお嬢様はいいよな、お気楽な OL 生活で。おじさま、飲みすぎ。せえな。ああ、陽子ちゃんもついに結婚引退だ。酒でも飲まなきゃいらんねえよ。ああ、男涙の。私もビール飲もう。二人とも、俺に何の違和感も感じてない。どうやら10年間俺は居候を続けているらしいな。俺本当に記憶喪失にでもなっちまったんだろうか。結婚って言えば、ランもとうとう決めたみたいね。決めたって？結婚よ、荒井出先生との。結婚？荒井出先生？何驚いてんのよ。あんただって知ってるでしょ？荒井出先生が2年前からランにプロポーズしてたの。でもランは、戻ってこない新一くんをずっと待ち続けて、そんな思いに決着をつけるために今日ラン、新一くんと思い出の場所に行くって言ってたわ。俺との思い出の場所？それってどこだ、その子。姉ちゃん、そんなこと知らないわよ。
ません。ここには新一との思い出がいっぱい詰まってるの。結婚するの？荒井出先生と。ダメだよ、結婚しちゃ。どうして？俺が困るから。え？新一だから、だから結婚するな。高校生になったら本当そっくりになったね。だからそっくりとかじゃなくて。ありがとう、私を元気づけるためにそんなこと言ってくれて。今ので踏ん切りがついたわ。10年待ったの？もう10年待ってもいいよね。明日荒出先生に断ってこなきゃ。ラン、俺本当に、3時間20分、いつもより20時間以上短いわ。今回は失敗だったわね。俺は幻覚を見ていたのか。ええ、あなた解毒剤を飲んで元の姿には戻ったけど、意識不明のままずっとうなされていたわ。幻覚を見たのはおそらく熱が高すぎたせいね。解毒剤が効くには風邪の症状が必要だけど、熱が高すぎたみたい。おかげで貴重なデータが得られたわ。疲れた、帰って寝よう。起こしちゃった？ごめんね。ラン！姉ちゃん。ああ、うん、顔色は良さそうだね。荒井手先生、感謝しなさい。ランからあんたのことを聞いてわざわざ見に来てくれたのよ。その子、姉ちゃん。コナン君、お見舞いに来ましたよ。何にしても汚ね部屋だな。悪かったな。俺の部屋でよ。あ、おめえら。うん、熱も下がったようだし、もう大丈夫でしょう。よかった。おめえ、昼間どっか行ってただろ。え？昼飯持ってきた時、いなかったぞ。あ、トイレだよ。トイレ行ってたんだと思う。ほんとか？俺はてっきり具合が良くなって遊びにでも。違うよ。そんなことするわけないじゃない。そうだよね。ほら、私の言った通りでしょ？おかしいな。じゃあすぐに夕食の支度するね。みんなも一緒に食べてって。はーい。はーい。おもりおもりおもりでおにぎりまーす。どうしたの、コナン君？あっ。
今度ばかりはコナンに戻ってよかったけど。お料理上手ですね。どうも。すごく美味しいです。また一つ問題が増えたな。ここには